でした。寒いので、寒いですね、本当に。暖房を入れてるんですけど、暖房ってなぜ、なんか暖かい空気って上に行くじゃないですか。だからいつもなんて言うんだろう、やっぱ人間って下の方で生活するからさ寒いよね結局。なんかサーキュレーターで空気を回すしかなくなるんですけど、足元の冷え、足、私何ですっけ、冷え性なので、普通に吹き出しの方向、あ、絶対そうだ、私顔面に来ないようにめっちゃ上にしてるんだった、忘れてたわ。ファンヒーター暖かいです。それな、やっぱね、結局ね、直に当たれるものがいいんではないかと。思いますけどね。灯油めんどいね。灯油ってめんどくさい。私めんどくささ、めんどくさいかめんどくさくないかで生きてる部分があるので、そうですよね。灯油っていうめんどくさい、こう入れるっていうのがあると、冷暖房設備なし、よく耐えてるわ。そうだから、めんどくさくて、なんか電子ヒーターじゃないですか、でもありますよね。ファン、なんて言うんだろう、なんか電気であったかくなるやつ、普通の。そう、そうなのよ。炭火鉢、じいちゃん使ってました。いいね。いや、私本当にお茶の間の雰囲気もすごく好きで、舞台セットをね、が最近大まかなやつを見せていただいて、もうすごい舞台セットがすごく好きだったから、ぜひ見に来ていただきたい。先ほど役名もね、ツイッター上にて役名も岩田さんのツイッターで役名もね、公表されました。私は福ちゃんっていう、福ちゃんっていう役をやらせていただきます。もうね、ずっと言いかけて言いそうだなっていう時がね、たまにありましたけど、危ないわ。福ちゃん、福っていう名前です。これはなんだっけ、なんかね、役名がそれぞれあるんですけど、役名は脚本兼猪子役の五十嵐さん、秘密兵器の五十嵐さんがテーマに沿って、あるテーマがあるんですけど、あるテーマに沿ってそれぞれ
の、まあ、役者の好きなものとかバックボーンとか、やそれぞれの役者に関係することからすごい、なんかあのすごいねって名前を考えてくださって、すごくね愛着のある名前です。あの千秋楽の後にそのそれが福ちゃんがどういう意図で福ってつけたかみたいなのをね説明するツイートをしてくださるそうなので、ちょっと今のうちに秘密兵器さんとか岩田さんの、五十嵐さん自分のところにするのかなこれ、五十嵐さんまあ3つフォローしとくと思う、あの絶対あれですけど、多分秘密兵器さんのツイッターでやるんじゃないでしょうかね。由来もねそう楽しみ、楽しみでしょ。私はあのお名前の由来を聞いた時すごく感動しました。はい、感動しましたね本当に。ぜひ千秋楽後にもそれも注目してみてください。ゆうやさんペンライトありがとうございます。17期の平田さん見せたんだよね。平田ゆきちゃん嬉しい、めちゃ綺麗、お綺麗な顔してるよ、ね、でも系統は似てるなって思った。まとう空気が同じものがの匂いがする。電気ヒーター、電気ヒーターってなんだっけ。でも私床暖房とか床が暖かいってやつが割と結構正義だと思ってる思ってる。私足と手先が冷えるんですよ。足の先がすごい冷える人だから、あの床が暖かいとですね大変ありがたいって思いますね。あとなんかフローリングとマットのところで全然温度が違うじゃないですか。だから私はですね、まあ、あの小中高生の頃制服とかあの遊びに行くときお洋服を着替えるとか、あの着替えるときに朝あのフローリングが冷たすぎて無理だったので、あのベッドの上で着替えを済ませて気持ちを切り替えてってやってたね。ほんと寒すぎるから。夏は扇風機、冬は着込む、寒さに強いので。なるほどね、江戸の香りがする舞台。江戸の香り縁起がいいね名前が。いろそう、なんかすごくいろんな、そのこれがこういう経緯で福ちゃんにじゃなくて、ほんといろんな経緯が合わさって福っていう名前をつけていただいたので、それもお楽しみに。床暖いいよね、いいよね。電気毛布は暖かいよ。私ね毛布をね買おうか迷ってる。毛布もあるんですけど、あのなんか寝るとき用の毛布と普通にこうやって寒ーって言いながらこうやってやる毛布でやっぱ分けたいじゃないですか。あの私帰ってきた服装でベッドに上がりたくない人なんですよ。だし、なんて言うんだろう、別に、まあ、なんか、そうね、あの人にも自分のベッドの上に、人にもよるんですけども、ほんとなんかもう、もう歌だとか吉だとかもう、もうなんか、ほぼ家族やんけ、みたいな、あとは、全然もうなんか、ベッド全然座っていいよってっていうんですけど、そう
そのなんか外に行ってこういろいろ菌がついた状態でベッドに上がりたくないわけですよ。だから絶対ね、歌は床に放置で OK でもあの子床に、あの子というか3人です。ヒーターっていうのかな、あれなんだっけ、忘れちゃったけど、ヒーターをつけて寝てたんですけど、ヒーターがさ、あの一人の部屋に1台ずつとかじゃなくて、私意外とあの暖房だけで過ごせてたタイプな、夜なんならね、いややっぱり人類に頼っていくのはダメだなと思って窓を開けて寝たりしてました。おかしいよね、けど意外と自然を感じるっていいですよ。そういうタンポで使ってたんですけど、月にゃんさん、ハートありがとうございます。とか長持ちする湯たんぽとか欲しいね。こたつね。いや、こたつ、私ダメなんです。こたつ好きなんですけど、好きすぎて、あの、一生いっちゃうっていう。スチームの出る電気ストーブ使ってます。あ、ストーブだ、ストーブ。ストーブ使ってました。ユニクロのパデットブランケット、あ、ユニクロにこの前行った時にめっちゃ可愛いというかあったかそうな毛布があったのを覚えてる。湯たんぽ買おうか、確かに。でも湯たんぽはまあ自分のお部屋内で使うとて、あれだよね、電子回路とか気になってるんですよ私。電子回路っていうのが今あって、そうパネルヒーターね、それ、すっごいもうなんか静電気で、髪の毛がね、私静電気、ちょっと静電気女なんで、首までこたつに入ってる、間違いないわ。ばあちゃん家に行くとね、みんななんかこたつでこうやってぬくぬくってしてみたいな。ですね。カイロ欲しいな、カイロ。カイロ、もうそろそろカイロの時期みたいな感じ。今日新宿のテルマへ行ってきました。あら、よかったじゃないですか。電子回路、なんか回路の、でも電子回路だと何があれかって、充電が切れた時にあれになる、プラス電気も必要ですし、充電し忘れた時が何よりって感じですね。インチュさん、炎ありがとうございます。炎、焚き火ありがとうございます。遠赤外線多いのがあったとか、へえ。カイロで火傷、
ね、充電。充電するっていうことが本当にね、めんどくさいですよね。トイレットガスは火事怖いもんね。まあ怖いかもしれない。すごい手先が冷たい。手先はやっぱり湯たんぽ。手先、そう、あと冷え性なので、うん、今お部屋何度？え、わかんない。除湿じゃない、加湿器つけたらわかるんじゃないかな。寝るとき用の手袋、それもね気になってるんです。実はあの、ほんと指先が乾燥するので、そう、充電式の湯たんぽ、充電するのがめんどくさくない？っていう。寝るときに靴下、朝ふとん、あ、靴下はね履いてます最近。そう。37分。年中短いけど、さすがに今日寒いからエアコンでもつけちゃうよね。私も充電というかコンセントつないだままで使えるやつがいいよ。コンセントにつないだままじゃコンセント分しか無理じゃん。そう、でも結局貼れない回路って名前で売ってるけど、貼れない回路の方が先やろってツッコミしたくなる。間違いないわ、間違いないわ。それは貼れないって歌っちゃってるけど、貼れないのが先やろ、そっから進化したるんやって。確かに確かに、貼らない回路じゃない、貼れない回路じゃなくて、貼らない回路しか見たことないんだけど、貼る回路、貼らない回路じゃない、貼らない回路しか見たことないべや。
材回路売ってるんですよ。へえ、おもろいな。いや、それが元素やねん。元素や。それが元やねん。お水どこやったっけ。まあ、いっか。寒すぎてワルチ、寒すぎてワルチ。寒い。けど最近気づいたことがあって、このなんだっけ、これなんていう、セーター、セーターですね。こういうやつとかを着ると暖かさが全然違いますね。この薄着の、薄着というかパーカーの上にアウターを直に、パーカーを重ねてきてアウター直に着るより、やっぱモコモコって素敵、あったかいんだなって思った。本当に裏着物ではない、なんか なんて言うんだろう、ニット生地の、これもうでも2年前ぐらいのやつ。普通にあのトレーナーを重ね着とかじゃなくて、モコモコしたやつを着ると、なんかあの保温性が全然違うことに気づいた。そう、こんばんは、こんばんは。ニット最高だよ。首温め、ちょっと確かに。最近私はこの前から学んで、ショップリストでいろいろ見てます。もうなんかもう迷いすぎてもうわけわかめって感じで、もう分かんなくなっちゃっておりますけれど、まあ、なんせ寒くなってきましたから、アウターいるやろうってことで、ファーリーフリース、ファーリーフリース何？私あのキルティングコートじゃない、キルティングブルゾンを探してるんですよ。でも可愛いのいっぱいありすぎて、もはやわからん。キルティング。なんかあの体型的にキルティング系、キルティングかダウンかが似合う体型らしいです。体型によってね全然違うんですよ。似合う。似合わない。ダウンかコートないと、コールコートはねいっぱい持ってるんですよ。けどコートじゃなくて、最近あのズボンを履くことが、ズボン系とかが多いので、だから上半身のアウターなんて言うんだろう、コートやっぱ長いじゃないですか。でも上半身のみのアウターをね一生探してるんです。一生ね、本当に一生だよ、本当一生探してて、まあ、ショップリストにたどり着きましたね。最近もうショップリストで通いますよ。はい、グレール好きですね。
ダウンジャケットじゃん。ダウンジャケット、ダウンジャケット、もはや冬なので早めに決めないと。そうなんですよ。だからもうネットじゃなくてどっか買いに行こうかって思いましたが、何せ周年公演が終わったらお稽古がねずっとありますので、迷い中。そう、あの袖が短いくて、やっぱ実際見ればよかったと思うことが割とあるので、袖の丈感が全然あの理想じゃなくて、そうブカブカが理想なので。迷う。いや、もはやユニクロが一番あれ説って思いません？ユニクロのアウター使ってる人います？ダウンかキルティング系か迷っておる。リバーシブルを前持ってたんだけどね、もう捨てちゃったかな。あれどこ行ったんだろうってな感じなんですよ。かわいい。ダウンジャケットかわいいな。風邪ひかないでね。それな。試着した方がいいよ。やっぱそうだよね。実際見た方がいい。ダウンは軽くて暖かいですね。ダウンの方が暖かいけど、洗うのが大変。軽いからユニクロのライトダウンはいいし。まあね。あのね、なんだっけ。あの、最近、なんだ、ストリートファッションを割と着るので、ストリートファッションに、私の最近のあの、ま、インスタとかでもコーディネートを載せてますけど、あの感じの上にね着たいんですよ。何かアウターをっていうイメージなんですね、私の。でも何が合うのだろうかっていうので、まあ一生わかんない、決めかねてますね。やっぱ見た方がいいよね。てかもうユニクロ行こう。ユニクロが一番いい気もしなくもなくもない。てか思ったんだけど、ユニクロと GU ってさ、値下がりするの早くない？私、前なんか、シャツかなを買って、で、まあ、1週間ぐらいしてもう一回なんかやっぱあれ欲しいわと思って、ニットかななんかをもう一回靴かなんかを見に行ったんですよ確か。の時にすごいそのシャツがすごい値下げされてて、悲しいってなった。悲しいってなったね。ウルトラライトダウン明日まで5,990円。ウルトラライトダウンって薄いやつですよね。あ、で私薄いやつ着るとね、すごいなんかあの運動してる人みたいになるんですよね。スタジアムジャンパーって何？スタジアムジャンパー、ユニクロ、ユニクロって出てきた。あー、これね、これ私似合わないんだわ。そう、
とファッションの幅が狭まれるのでね、似合わないんだよね。あのあれですよね、浜田さんみたいな、あのダウンタウンの浜田さんみたいなやつですよね。わかりやすく言うとスタジャン、スタジャンってやつね。初見です、ありがとうございます。回転率重視ってこと、ああそういうこと、スカジャン、スカジャン、スタジャン、わかんないわ。わかりやすい、わかりやすいでしょ。あの感じですよね、スタジャンって出てくるのが全部それだからあれだけど、私ねユニクロのブルスンじゃないアウト、あれが気になってんだわ。ハイブリッドダウンパーカーってやつがすごい気になってる。これをダボって着るか否かすごい迷った。可愛いのいっぱいありますね、本当に。迷いすぎてちょっと分からなくなっちゃう。ウルトラライトダウンウェーブキルトジャケット、キルトジャケットね、可愛いよね。すごいいろいろあります。これかな、違う、うん、いっぱいありますね。まあ結局あったかいのがいいっちゅうね、そういうこっちゃ。すごいかわいいのがいっぱいあるな。でユーリティパーカーかわいい、ピーコート持ってる。ピーコートって何？ピーコートとは、ピーコートね、持ってないけど似合わないねこれ形が。似合わないとさ、ゆきありがとうございます。迷いますよね、そう迷いすぎてもなんかよくわかんないから、マジで専用のスタイリストさん欲しい。洋服、そう私一生見れるんですよ。そう、無印はチェックした。無印はね実際見に行った気がするかな。冬服はユニクロでいつも買うよ。スノボー系かアウトドアブランドが似合いそう。ダッフルコートは好きですか？ダッフルコート、ダッフルコートとは、あーはいはいはい、こういうやつね、よく学生とかが着てるやつだ。ダッフルコートはねあんま着ないですね。そうそう、ちっちゃい頃着てたかな、これの黒、黒のダッフルコート、ストリート系で、あこれ読んだ。浜田さんハートありがとうございます。衣装さんは友達に、でも衣装さん仲いい人いるんですよ。仲いいというかすごいあのよくしていただいてるてか本当に話しやすい方がいて、実はその方があの神奈川公園の
チャイナ服を私に当ててくださったりとかした方なんですけど、私のこと本当によく分かってくださってるので、確かに明日会えたら聞くのもありけど、明日はね忙しそうですからね。と定番重いコートはあるのよ。だからあとはもう上半身だけをぬくもれるようなダボダボのダボダボモコモコあったかいイメージですかね。ノースフェイスのダウンでいきそう。私あそれさすごい、なんか待って、それさすごいね、誰かが着ててうわかわいいと思ったんだよね。誰だっけ、かわいいよね。でもやっぱダウンしか、ダウン、そう、何が心残りかってすごいもう大きく見えません。あでもかわいい、かわいいわね。そう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 、うただ結構いい値段するね。でこういう値段のものを一つ持っておくだけで全然違う気がするんだけど、かわいい。私寒がりだからほんとね、5、6枚着たりするんですよ。ほんと意味わかんないときは、寒くて意味わかんないときは5、6枚着かされるときもあるぐらいの寒がりなんですね。薄めのダウンをインナーにするのが効率いい。だからね、私いつもね、あれ、こういうの着ても、こういうのとか、あとは、これなんていうんだっけ、こういうの。全然頭回んない。ちょっと明日もね、早起きですから、私。こういうのとか、中に着てます。肌着、ダウン、アウターで OK。まずヒートテック2枚着るもんね。必須です。ヒートテック2枚着るのがほぼ当たり前、プラス、ロンティー系着て、パーカー系着て、こういうのを着て、でアウターこういうの、パーカー、ロンティー、ヒートテック2枚、もう6枚はそんな感じ。これ18分、うわーでもかわいいな、かわいいね。時給ランキングもあるし、街中で暮らす分にはそんなに暑い、いやね、外で寒って思いたくないんです。予算員、月にゃんさん、12位、ハリーベルさん、11位、ケンちゃんさん、10位、オニオンナイトさん、9位、ユキヒラさん、8位、チャリングさん、7位、ヨコヨシさん、6位、ジョークスノーさん、5位、ヨミサミさんは、4位、ヒサヒさん、3位、ユキタンさん、2位、エンチュさん、1位、アナゼさんでした。ということで、明日は17周年公演なので皆さんぜひ見てください。私はベストスイーパー賞としてお掃除の人っていう感じでランクインさせていただいているので、ぜひ見逃しなく。それではさようなら。